品川です。庄司です。やってんです。よろしくお願いします。来ていただきました、スピードワゴン井戸田潤さんです。やったー、ありがとうございます。やらせてください。ありがとうございます。その品川です、庄司ですって明らかに戸惑った顔してます。申し訳ない、びっくりさせて。やってんですよ。戸惑ったのはむしろこっちから。そうですね、うん、いや、やることないから急にやりだしたんですよ。長ですね、自己紹介でミキティって言ってもミキティの自己紹介になっちゃうから。でもそれ気づくの遅くない？に仕事ない頃からの付き合いでもありますもんね。学大の頃の話。いやだから松本さんの。松本さんはいきなりとインパクトの松本さんいきなり出します。ずーっと遊んでらっしゃいましたけどね。うん、その頃が一番自分と合ってたかもしれない。俺の潤さんのイメージってその松本さんの頃、うん、あったじゃないですか。でもお互いじゃテレビに出るようになったら。うん、俺は小沢さんとかもご飯行ったけど、そんなに潤さんと特にご結婚なされてからは、そうだね、あんまり行ってない。そうそうそう、あんまり行ってなかったの。それが俺、どうした品川、うん、どうした品川っていうのはアメトークで東野さんが俺の企画をやってくれた、うん、で俺ちょっともうすごい企画だから家で一人で見れないって言って、後輩たちと飯食いに行ってオンエアをみんなで見たの。ほんでそのまま飲みに行ったらよく行くバーに、そしたら潤さんがたまたま来て、でも俺の中で潤さんってそんなに距離が近い関係でもないって思ってたんだけど、めちゃくちゃ喜んでくれて、こんな日に品川君に会えるなんてことある、嬉しいよって言って泣き出したの潤さんが。何だこんな、どうしたら品川の日にね、品川に会えるなんて、わーって泣いたの。でその後尾崎豊の I Love You をね、潤さんが歌ってまたグワーって泣いたの。泣くね。結局涙の理由後に明らかなんだけど、まだ足立由美のことを好きだったっていう涙。嘘。その時期だったんですよ。だから I Love You ってグワーって泣いて寄り戻したいって言ってたんですよ。じゃあ別に品川君と会えたから、品川君と会えたからはもう、あの、後付けだ、自分の泣きたい女装だったと思う。そうなんだ。大丈夫ですか、足立由美さんの話とかして。これに関して俺が能動的に話さなきゃ大丈夫。あ、大丈夫です。名前はいいの？いいよ。あ、よかった。だから足立由美さんって名前出したの、俺もドキドキしながら出してた割には、潤さんが動じてない顔してたから、そういうルールがあるんですよ。暗黙じゃない、これはルールとして、ルールとしてあるね。なるほど。映ってていいんですか、足立由美さんでこう映ってていいんですか、うん、それはワンショットとかいいんですか。じゃあ、はい、一回編集確認させて。だから、うん、品川君とか庄司とかわっと言って、はい、で俺がそれを受けて喋るのがいい。受けてプラスそこから自分で要素を持って喋るのは編集。あ、なるほど。これある時、離婚した後に俺がずっと復縁復縁っていう、うん、ああありましたね、まあ、あれはまあ当時はね復縁ビジネスなんだけど、復縁したいと言っちゃった。で当時も仲良かった、仲はまあいいというか、その、うん、なんていうの、この親として2人で仲良くやってて、その時期にちょうどね俺ジュニアさんと熱海にバイクで旅行に行って、その時にね、LINE が来たの、彼女から、うん、結婚しますね、もうすぐ、マスコミの発表になります、数日後に先にお伝えしなきゃいけないなと思って、みたいな話があって、で俺、その時も、どうやらジュニアさん、今だけど、泣いてんの。もう無意識に泣いたんすね。だもしかしたらあれかもしれない、ウミガメの産卵のウミガメの涙みたいに、あれ一説によると涙じゃないって言うじゃないですか、塩分を出してるみたいなね、水を出してるみたいな、それかもしれない。産卵と一緒だ。いや涙涙ない。
涙かい別に涙っていうのがあって、その話をいろんなところでしてた、うん、ジュニアさんがしてた、はいはいはい、でそれを受けて俺もしてて、でその後お子さんが生まれたの、はい、でお子さんが生まれた時も記事で見た時に俺がたまたまこれすっごい三流種ってイボができちゃって、うん、で向こうが結婚して子供生まれたらイボできたんですよみたいな話をこれ受けるから、うん、いろんなところでしてたの、うん、そしたらある時向こうからもっと LINE が来て、これはもしかしてヤバいかも。いや、これは大丈夫、これは大丈夫、これは大丈夫で、あれはお仕事でやってるんで、うん、あのお仕事に関してちょっとぶち挟まれるのは僕もどうかと思います、うん、みたいなことを言った、うん、で俺これで終わりかなと思ったら、うん、向こうから分かりましたって具体的に言ったら、振られてお話しするのは、うん、ただあなたの場合振られた後に、うん、自分から能動的に乗っかって自主的に話を膨らましますよね、うん、それは NC です。すごっ、あの人すごいっすね。いや、子供の時からこの世界生き抜いてきてるから、だって本当だったら、いや、やめてくださいってもしかしたら揉める可能性もあるじゃないですか。そうだね。でも潤さんがちゃんと旨味は残すっていうところがめちゃくちゃ芸能人じゃないですか。理解してくれてますよね。こっちががんじがらめになるだろうなっていうのを分かってくれてるから、うん、受け答えはいいけどもっていうところの要素は残してる。なるほど、最低限ね。そう、いや、俺だから言うわけじゃないですけど、離婚後の昼ドラの足立由美さんの芝居めちゃくちゃ良かったですよ。あったね。天才的に長回し、もうワンカメで、もうブワーって長ゼリフをもうよどみなく言って後半で涙流したりする、あれほんとすごかったです。だから今回もう少し潤さんに話させてください。見てねえわ。え、見てないよ。見てるかもしれないだろ。見てないわ。よかった、めちゃくちゃやっぱ天才女優ですよね、ほんとに。うん、でも俺はその何年間しか一緒にいなかったけど、セリフ覚えもすごい、だからこんなに早いなんだけど、やっぱり改めてやっぱジュンさんの奥さんとかっていうイメージがあったのに、うん、その離婚後のお芝居見た時に、あ、これは別れてよかったなと思う。ちょっとよかったジュンさんと。だから芸人の嫁になったっていうことでやっぱりちょっとそっちに引っ張られちゃうな。あとほら、ね、奥さんタレントとかママタレントみたいなイメージになっちゃう、ね、だからそれで芸能人ってなっちゃうけど、そもそも女優っていうのあるからね、もともとがね、女優として見たかったの。でまた最近さ、表紙とかになって、あ、やっぱ確認するもんですか。いや、なんか、大丈夫ですか。ここからは能動的に、能動的になってる。危ない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 よ。だから来てよ。でもなんでもさっきなんか雑誌の表紙とかにもなってるらしいじゃないですか。ダメだよ。そうそうそうだね。怒られるよ絶対。いや、この遊びは怒られるって。能動的をいじりましたねって言いますよ。細かいとこするで、コンビニで表紙になる。まあ、それは見かけますね。それは見かけます。最近、うん、たまにちょっと見かけるなっていう。だから、しかし、まあ、綺麗ですよね。そうそうそう、そう、写真もね。庄司と淳さんは、大滑りなんか。大滑り。大滑りちゃんしちゃって、自分の中では分かってる。このまま最後まで行っても、何も起こらない。おでこでバーンだったから。未だに俺、オンエア見れてない。